そしてファンエガーアートの歩く人、ミュンヘンのシュバービングにある公共アート。歩行とは足を持つ動物が行う足による移動のうち比較的低速のものを言う。急いで移動する場合は走るという。厳密に区別する場合はすべての足が同時に地面から離れる瞬間を持たない動作を言い、例えば競歩においてはこちらの定義が用いられる。 サントドミンゴの道路を歩く人たち。足による移動とは、全体を支える部位で、設置している複数の足の一部から荷重を除き、その足を進行方向に移動させて設置してから、再び荷重させる動作と、その動作に伴って、全体の重心を移動することを言う。これを繰り返して、足の届く範囲以上の移動が可能となる。重力ないし慣性力の働かない。 環境下や、それを打ち消すほどの浮力がある環境下では歩けない。海中においても、節足動物は歩行を行う。タコやヒレが変化した魚類にも歩行に類似した動作が見られる。歩く女性と犬足を交互に動かし比較的低速で進行するのが歩行で、急ぐ場合には、すべての足が設置しない動作が混じり、走行となる。なお、 足が突出していないナメクジやカタツムリなどはハウという。人と近縁の種では、類人ザルは前足を地面につけて、四足歩行するが、その際指を軽く握り込み、地面には指関節の外側をつける。これをナックルウォークという。歩行できない動物もあり、例としては飛行に特化して足をあまり動かせないトンボやツバメ、ハチドリがある。これらの動物では、足は 体の指示に用いられ、移動の際は短い距離でも飛行する。もう、少し足がしっかりした小鳥では、歩くのではなく小さく跳躍して移動する。樹上生活に特化した中にも、歩行がほとんど苦手な動物がいる。飛膜を発達させたムササビや、日本モモンが日よをざる、それに木から木へと跳躍するのが得意な幻影亜目のベローシハカなどは、地上では跳躍して移動する。 地上での跳躍に特化したために歩行できない動物もいる。カエルはあまりある数連続した跳躍で前進する。引き換エるかの構成種は逆にあまり跳躍せず、歩行に適した頑丈な獅子を持つ。メディアを再生する人の歩行動作歩行のアニメーション人の特徴に直立二足歩行があり人の進化と密接に関連していると言われる。歩行は人の基本動作で、 スポーツ科学などでは研究対象にもなっている。基本動作片側のかかとが設置してから再び同じ方のかかとが設置するまでを一歩行周期という。一歩行周期を一方の足について見たとき、側部が地面に設置している時期を立脚症、側部が地面から離れている時期を有脚症という。立脚症は、かかとが設置するかかと設置、測定まで設置する。 測定設置、全体重が支持脚を通して測定にかかる立脚中期、かかとが地面から離れるかかとり位置、足の指まで地面から離れる即死率の5つのサイクルからなる。続く誘脚症は足の位置により体幹の後方にある加速器、体幹の直下にある誘脚中期、体幹の前方に降り出す減速器の3つのサイクルからなる。また、両方の足について見たとき、 両足が地面に設置している時期を両足指示器、片足のみが地面に設置している時期を片足指示器という、歩行に関するパラメータには以下のようなものがある。正歩行と同歩行との成人の重心は、仙骨の前面付近にあり、歩行の際は体幹上部と体幹下部で逆方向の回線運動を行うことで、振幅を抑え歩行の速度を調整している。 日本足で歩く際に足を設置して荷重してから全体の重心を移動する場合を特に正歩行と言い,い、また足を進行方向に移動させると同時に全体の重心を移動する場合を同歩行と言う。それぞれ性的歩行と動的歩行と呼ばれることもある。二足歩行ロボットの研究では、ホンダの足もでは同歩行のみならず走行までできるようになっている。 歩用を歩く様子のことを歩養という。歩用は物理量ではない。詳しくは歩用解析を参照のこと。人の歩行は正常歩行と異常歩行に分けられるが、正常でない歩行のすべてが疾病によるわけではなく、歩行は年齢や身体的特徴、精神状態などの影響を受けるため歩き方に特徴がはっきりと見られることも多い。など、一方、 異常歩行は、神経筋疾患、運動器疾患、加齢などが原因で引き起こされる。このほか異常歩行は、外傷、過視調査、筋疾患、疼痛などでも引き起こされる。など歩行とスポーツレクリエーション歩行そのものを競う、スポーツがある。また、格闘技や武術においては、多くの場合に足運びは重要なものとみなされている。様々な特殊な歩き方。 それに対する用語がある。この他歩行がレクリエーションの手段となる場合がある。歩行と健康歩行は重病人や一部の障害者を除き問題なく実践できる行為であり、しかも現代人の多くが増えている病気や不健康状態を予防あるいは改善する効果がある。特に動脈硬化に関連する病気や死亡に対する効果が期待されている。日本での研究では 40から79歳の27,738人をプロスペクティブに13年間調査したところ年齢や疾患などで調整した場合においても1日に1時間以上歩く群は1日1時間未満しか歩かない群と比べて長生きであった。魚などは水底にいても移動の際泳ぐことが多い。水中で歩行する動物は一つは 貝殻や頑丈な甲羅を持ち体が重いものがあり、アワビやサザエ、イセエビなどはこちらに該当する。一般の魚は水中を遊泳するために体びれの内の胸びれが側面に位置し、歩行はできない。ポリプテルスなどの古代魚には覆面に体びれを持つものがあり、それらは水底を這うように歩行できる。ありがとうございます。